こんにちは。大村市消防団団長の山浦です。今大村市消防団では消防団員を募集しております。大村市消防団は700名の定員のところ現状600名、100名の欠員が出ております。その600名のうちの約6割から7割がサラリーマンという状況です。これから先サラリーマンの方が入団し活動しやすいように各企業の一層のご協力が必要になってくると思います。そこで今回は大村市消防団にご協力いただいている企業の方を一部ご紹介したいと思います。塗装一筋坂本美装は建物の塗装工事を専門的に行っている会社です。私は元消防団分団長です。そして今も消防活動をしている社員がいます。坂本美装は消防団協力事業所としてこれからも消防団活動を支援していきます。頑張れ地域の消防団。地域に根ざして40年、地元に貢献する建設業として一般土木と橋梁工事を専門に行っております梶原実業と申します。梶原実業には消防団員として活動している社員がいます。私は大村市消防団第3分団班長中尾浩二です。梶原実業は消防団協力事業所としてこれからも消防活動を支援していきます。頑張れ地域の消防団。里脇製作所は技術者の育成をモットーとしております。確かな溶接技術を持って高構造物鉄骨の取り組みに携わっております。なおみんなが楽しむボート上の鉄骨やサウザンドサニー号の製作、これも携わってきました。里脇製作所には消防団員として活躍している社員がおります。里脇製作所はこれからも消防団活動に協力していきます。頑張れ地域の消防団。長崎県大村市岩松町にある高瀬建設株式会社です。昭和33年に創業し今年で61年になります。土木、建築、住宅、リフォーム、水道、不動産、ボーリングなどの部署があり、大村市を中心とした長崎県内にて公共工事、民間工事を行っております。高瀬建設には現在4名の消防団員がいます。高瀬建設はこれからも消防団活動を支援していきます。頑張れ地域の消防団。消防団協力事業所はこの表示書を社屋に掲示することができます。それとホームページに掲載し社会貢献の一環として公表することもできます。ぜひ多くの事業所のご協力ご参加をお願いいたします。